はい、どうも皆さんこんにちは、今回はビーンバトルズの実況プレイしていきたいと思います。キープ更新。今回のマップはですね、ビーンタウン、まああれですね、最初のまあ結構あれですね、その基本的なベーシックなマップになっております。ではちょっとね、接続していきましょうか。ガチの解説じゃんお前。まあ、今回ねサーバーが NA ってことでちょっとラグくなってしまうかなとは思うんですけど、まあでも勝率 99% の僕がね、今回はこいつらを排斥してやろうかなと思います。このサーバーをアジアにします。まあ、このゲーム結構ね人気でですね、よく国内大会とかね開かれてたりして、まあ、先日もねポートネッセでビーンバトルズチャレンジャーズジャパン行われたわけですけども、嘘はいいの嘘ついてねえよ。デマ流していいのか。嘘ついてないよ。デマはいかんでしょう今。あ、これ結構あれですね、あの上位ランクの人ですね、これ。ハイドロ コドーン16。何お前ドラマチ、まあ、このゲーム結構最近ですね、 e スポーツの中でも、まあ、名を馳せているというかね、僕がやり始めた当初は結構黎明期だったんですけれども黎明期ねえ、まあ、このゲーム結構ね、あのいろんな説があってですね、まあ結構武器ゲーとか、まあ、武器によっても勝つか負けるか変わるみたいな、まあ、そういう派閥とかいろいろあると思うんですけど、まあ、僕が思うようにこのゲーム結構スキルが重要視されるというか、まあ、結構自分のねプレイヤースキル結構大事になってきます。まあやはりこれ鍛える上ではやっぱりエイムとキャラコンですね、結構 APEX ぐらい弾よけが必須になってくるかなと考えておりますね。さあここで今1対1になっていますが、こちらにそのままちょっと AK と、あ AK かかった。やっぱそうですね、 AK っていうのは結構火力重視の武器でして、まあ、結構ね中距離近距離、まあ、結構どっちでもね対応可能な武器になっているので結構ばっかり言えや。さあ始まりました、僕から今回はですね、僕もねこのゲーム参加していきたいなと。あっ、結構この縦結構ね強いんですよねこれ、うん、縦持ってるかどうかで結構流れ変わるというか、あ負けましたね普通にショットガンで負けました。ちょっと僕の経歴に傷を塗りたくったな、こいつ。よくないかな。次で、まあ、結構強いですね、このプレイヤー。スラッシュ D してんのかな、誰なんだろう。おっと、これは引き戦している。イニシエのプレイヤーですね。もう20年前ぐらいの戦い方を多用しているが、おお、ここで勝利していくルークワームブレイン。次は勝っていきたい、まあ、途中から入ったということでね、結構アドバンテージ持たれてるんですけど、まあ、取り返していこうかなと思います。どうやって取り返すかっていうと、やっぱこのキルをねどんどんしていかないとポイントっていうのは増えていかないので、まずは放置してるやつを買っていく。恥かしいな、ラギー恥知らず。あ、ということで今回は、ま、今日ちょっと腕負傷してて、ま、結構エイム悪かって負けちゃったんですけど、ま、次に期待してください